最初は腕だけやったんですけど、はい、最近はゴリよく頭から触れ出すのが多いかな。座位の状態だと骨盤とかあの腰の動きはない。あ、2は顕著にいいかもしれない。やっぱ頸椎のちょっと負荷がかかってくるとこうなってくるのかもしれないですね。左の前頭骨の動き何かしら影響してそうな感じですね。まあ、ちょっと施術していきながらもうちょっと細かく見ていこうかなと思います。ちょっと施術していきますね。この左の前頭骨のね、動きが、ちょっとやっぱ硬さはあるんですよね。収まり傾向にはなってきますね。うん、ちょっと光が見えてきたかなって感じです。離すとやっぱり強く揺れちゃうんで、まあ、そこは指標にしていきながらやっていきたいと思います。全体のバランスは今これで取れてるので、この硬さを作ってる要素。両方肩周りの硬さっていうのは影響してそうですね。まあ、時間もある程度こう経ってるので落ち着いてきてるっていうのもあるかもしれないですけど、まあ、耳側の震え自体は減ってはいます。まあ、頭周り、首の、まあ、過緊張がこう随的に動いちゃうと。あとこれですね。2番、うん。ここだけちょっと残ってますね。この後どこかですね。歯って、なんか虫歯治療とかしてます？虫歯治療。詰め物。詰め物してます。とか、一本変に入ってたり。金歯とか入ってます？金歯入ってないです。入ってないです。なんかちょっと歯が怪しいな。今ちょっと落ち着いてきてますけど、収まってくるタイミングと合ってます？それともなんかちょっと調整してるのが反応してる感じします？反応してる感じにします。します、うん、落ち着いてくるのとこのくらいの時間で落ち着いてきます？もっと長い、長い時は長いんですけど、うん、落ち着く時も落ち着く時も何とも言えない感じですね、はい、うん、影響はしているという感じがします、うん。ちょっとね、手の方はだいぶ落ち着いてはきてるんですよね。首の周りがまだちょっと過緊張が起こってる、うん。ちょっとね、一旦起き上がってみていただいていいですか？まあ、一応変化としては見てみようかなと思いまして、だいぶこの辺の硬さは消えてきましたね。
多分 さっきと全然違うと思うんですよね。うん。やり方が違うと思うので、まあ、収まってきてるっていうのもあるかもしれないですね。うん。収まってきてるかもしれないし、まあ調整してたのが、こうやって影響して安定してきてるかもしれないですね。全体のこの上の方のバランスは取れても、この辺の硬さっていうのは、まあ、やっぱり残ってるので、ここは、ここでちょっと調整した方が良さそうなんで、ちょっとやっちゃいますね。これでだいぶ骨盤周りは動きが改善してきたので、これでまたさらにあの頭の方がどうかってことですね。さあ、仰向けになってきました。ほぼ収まりますね。7番、6、5。と6番、5番の間は怪しいけど、だいぶ最初とは違いますね。そう。2番。2番が若干やっぱりまだ後方変異強いな。うん。言ったら収まりますね。完全に。ピタッと止まるんですか？止まるときはピタッと止まる。うん。あと歯の問題がなんかあるかもしれないですね。うん。この、歯の問題とかがあると噛み込みが結構強くなるんですよ。うん。うん、で、ちょうどこの側頭筋っていう、そこのバランスに影響するとこで、ちょっと反応強いので、うん。歯ぎしりは用意する。ああ、なるほど、なるほど。でもやっぱりこの、ここの筋肉って全部首の硬さとかとも連動しちゃうので、うん、歯が悪いだけでも、うん、この首のバランス悪くなったりとかしやすいんですね。うんうん、まあ、収まってますね。7、6、5、3、2。2番取れましたね。2番、3番。いい感じですね。あ、側頭筋でね、ここまでこう来てる筋肉なんで、うん、この付着部がちょっとね、噛み込みがだいぶ強いと思う、うん。全部この繊維が硬くなっちゃってるんで。こういうのがあると緊張したりとか、なんか、それとこう、頭をこう締め付けて、ギュッて頭締め付けちゃうので、出てきやすいかもしれないですね。あとはまあ骨盤ね、ちょっと調整したらこう収まったんで、骨盤にこう全部引っ張られて、硬膜が骨盤からも引っ張られるんで、それでこういうふうに緊張しちゃうかもしれないですね。ちょっと座りましょう。うん、こっちはだいぶいいですね。骨盤周り。ちょっとね、一箇所だけまだ硬いところがあって、この関連がどっかですね。ここだ。歪みの部分としてはだいぶ安定はしてきているので、
ちょっとこう、ストレスかかっても、まあ、出づらくなってくるかなと思うんですけど、硬いですね。まあ、ちょっと、歪みとしては、こんな感じでバランス取れてるので、ちょっと立ってみていただいて、まあ、首周りとか、なんか、いつも緊張しそうなところとかどうですか？この辺が、ギュッとなってる感じがあって、ここしてもらった時と、ここしてもらった時に、ちょっと緩んでった感じはして、ただ、なんかここがギュッとなってるような感覚があります。今あります。はい、うん、さっきは緩んだ感じがして。そうです。うん、なるほど。ちょっと一回座ってみてください。まあ、これヒントもらえれば、何かしらあればね。なければ多分取れてくると思うんですけど。痛みとかじゃないんでね。パッとこう、良くなったかどうかの判定がしづらい部分なんですけど。一箇所で。右の肋骨ですね、うん、歪みがね、こうやって気にしてスイッチ入ったりとか、まあ、循環が悪くなってこう痙攣みたいな感じになっていく、うん、ケースもあるんで、それがね、硬くなってこなくなれば症状も出なくなってくるとか、うん、あるんでね。取れましたね。どうですか、今。さっきよりいいです。まだちょっと気になります。まだなんか、はい、なんかある。ここのところですね。そうです。うんうん、あ、肩甲骨の動きかな。一箇所、一番のところですね。ここ取れれば取れそう。よし、これでどうですか。キュウリはいい感じですかね。うん、多分動き的には多分引っかかりはもうないので、まあ正常の範囲内ではあるんですね。あとはこれかな。ちょっと ノーマークだとちょっと足あれば一番こっちにあると楽なんですけどね。どうですか。はい、先よりいいです。いいですね。はい。ただこれで頸椎の硬さが消えてくれば、だいぶいいですね。6番の脇の硬さもいいので、ここだけちょっとやってみようかな。部分的な硬さ。周りが緩んできて、まだピンポイントで硬さがあれば、その部分のケアもしてあげた方がいいケースもあるんですね。硬いな。やっぱ硬いな。うん、良さそう。もう一回ちょっと肩動かしてみて。はい、だいぶ変わりましたね。はい、うんうんうん、そうそう。もう一回立ってみていただいて、その硬さだったりとか、その緊張しやすい感じ、どうですか。ああ、それはないです。その最後のことを
これが正常なんですかね。まだちょっと気になりは。今、動いてはいるんで、はい、多分動いてる中で、消えてはくると思うんですね。ちょっと思いますね、もう一回。少しこうやって動かしてあげて、はい、動かして、ちょっとでも変わるようであれば、多分、あとは血流の問題になってくるんですね。はい、どうですか、今。ああ、さっきよりはちょっといい感じします。だと、多分時間経ってくると良くなってくるんで、水分ちょっと循環させるジェルなんで、少し循環良くしてあげて、そうするともっと安定しやすくなってくる。一回収まるとまたなんなくなるんですか、しばらくは。あ、そうですね、うん、はい。収まれば。なんか、疲れ切ったか、なんか抜けるような感じがするんですね。これもう一回肩回りちょっと動きやすくなってます。気になるところ言っていいですか？はい。これですね。ありますね。多分ちょっとここやっぱ弱いのかな。まあ立ったり座ったりとか姿勢変えながら。その C じゃないと、こう、硬さが出てこないケースだってのがあるので、一応こうやって聞きながらね。うん、どうですか？さっきより、はい。いい感じですかね。うん。あとは整ってくると、循環してきて、もっと良くなってくると思うので、はい、ちょっと様子見ましょうか。はい。はい。OK です。お疲れ様でした。ありがとうございました。はい。なんか気をつけることとか、できることとか。ちょっと歯が怪しい、はい。歯の噛み込みと連動して、そういう風になってきてる。はい。で、今、多分、こうなってきたのも、その、複数の要素が重なってきて、はい、多分、この首のところが一番やっぱ怪しいので、はい、ここと連動して、そういうふうに緊張して、フレートが出てくるかなと思うんで、はい、ちょっと歯は、しっかり直した方がいいかもしれないですね。直すっていうのは、矯正、歯並びとかそういう、そうですね。矯正とかもそうですけど、はい、もしなんか虫歯だったりとかあったりとか、詰め物とかの影響とかもあったりするんですよ。はい、うん、まずその詰め物をするのであれば、はい、保険のやつじゃなくて、セラミックとか、はいはい、結構その銀歯って一番まずいんですよ。銀歯入ってないっていうので、はい、よかったんですけど、はい、そういうふうな成分ってずっとこう溶け込んでるので、うん、それが影響して悪さするケースもあったりするので、うん、はい、できれば詰め物でも高いんですけどセラミックとか、うん、はい、で直した方がいいかなって感じですね、はい、うん、ちょっと一回検討してみてもらって、わかりました、うん、はい、そういう気にしてそういう感じの治療してる歯医者の方も結構増えてますから、うん、詰め物を保険とかプラスチックみたいな感じじゃなくて、はい、セラミックとか、はい、ジルコニアとかで、こう、詰めてくれるところがあるので、うん、そっちの方が、ちょっと良さそうな感じします、ね。体に害がないっていうか。そうです、そうです。うん。害がないので、はい、その、やっぱりその削ったりと、ほんとちょっと1ミリとか1ミリないくらいの差でも、この噛み込みって変わってきちゃうんですよね。うん、はい。で、それの影響で、特に右側の、この側頭筋になってると、かなり硬くなってますので、うん、ちょっと歯の影響がありそう。はい。うん。なので、そっちやっていくと、大元が変わってくる可能性があります、ね。はい。うん。わかりました。それで様子見てみてもらうといいかなと思います。はい。ありがとうございます。で、すっきりしました。はい。ありがとうございます。はい。仙骨のところも、うん、その言われてたところで、なんか、パッて抜けていく感じがありました。最初めちゃくちゃ硬かったですからね。ああ、もうね。うん。本当に腰悪い人みたいな感じの、ああ。うん、ちょっと特殊な感じだったので、はい、でもそれも影響してると思うんですよ。ただ、二次的な感じで、上の方からの補正で、骨盤固まった感じだったので、はい、その辺が根本かなっていう。って感じがしますね。うん。見た感じだと。はい。うん。ありがとうございます。はい、お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。今日の患者さんのポイントはどういったところだったでしょうか？ポイントっていうかね、ちょっと症状として、
施術しながら収まってはきたりとかね、あのポイントを触ってる時に安定したりとかっていうのがちょっと見受けられたので、なんか、その辺頸椎の6番5番あたりの硬さっていうところが影響してそうな感じはしましたね。ただこれも一回収まるとまたちょっと安定するっていうところもあるので、ちょっと経過観察というか後日追ってあの状況も確認したいなっていうところがあるんですけども、あとは、歯の問題がちょっとね噛み込みが結構強い感じだったんですよね、側頭筋とか後筋とかあったりとかこの辺の硬さっていうのがすごくこう目立ってたので、バランスが整ってもその硬さっていうのは取れなかったんですね。ということはおそらく何かしら歯の問題だったりとかでこう噛み込んでしまうような要素っていうのはあり得るかなと思いますね。意外とこう虫歯だったりとか歯の状況によっても首周りの緊張っていうのは作られてしまうので、まあ、それが原因で起こってるケースっていうのはあるかなっていうのは見受けられたかなっていう感じでしたね。今回のようにあの付随運動がある方って結構いらっしゃるかと思うんですけど、まあ、難病と言われるものだったりすると思うんですけど、そういうのも整体でこう治るというか変わったりもするんですか？まあ、今日もねある程度こう経過を見てみないと分かんないですけども、いい方向に来そうな感じはしてましたね。本人としてもなんか落ち着いたりとか過緊張が取れてきたっていう感じがあったようなので、ゼロになるかどうかってその大元の病気の関連もあることなので、ゼロになるかどうかはあの分かんないですけども、状態としてはいい方向には来そうな感じは今日はね知ってたので、難病の方でもその完全ではないにしろ半分まで取れたとかね、普段の生活が楽になるっていう風なレベルまでは十分その生態でもカバーできる要素ってありますから、まあ、その辺はあのもしね検討されている方は一回施術受けてみるといいかなと思います。はい、ありがとうございました。